こんにちは。未来を見据えて考える家族とビジネスということで動画いただきましたね。まあいいこと言ってますね。まあハナレモンさんね、なんかこう変わったところが結構見られます。なんかこうなんですかね、丸くなったというか尖ったというかなんて言いますかね、まあ変わって当然なんですけども、まあとってもいい対話ができてるんじゃないかなと思いますね。いろいろと私も思うところがありますね。まあ、それでね、未来を見据えてってことなんですけども、私が考えてる未来っていうのは、実はね、花山さんが言うようなものでは実はないんですよ。一人一人がビジネスをやらなければならないっていうふうなことっていうのは、まあ、当然あるんですけども、これから10年先っていうのは、もっと早く先を見据えていかないといけないかなと思いますね。だからテクノロジーをきちんと使いこなすのも当然なんですけども、実はね、思想を使いこなしていかないといけないかなっていうところもあるんですよ。というのがね、そう遠くない未来、10年以内だと思いますけども、戦争があると思います。そこはね、ちょっと怖い話になるかもしれませんけども、今でもね、いろんな国の対立によってガザ地区とかで空爆を受けてね、子供たちが死んだりとかしてたわけなんですよ。私非常にね、胸を痛めて動画を作った覚えがあります、 2,3 日前で。これがね、割と身近に起きますよ。私たちの国の本当そばで、九州の近くで起きます。で、それに対応するために今ね、世界中から軍艦が日本近海に寄せられているという情報を知っていることはあんまりないぞ、いないんじゃないかなと思いますね。本当にね、第三次なんとか大戦とまでは言えないんですけども、それに似たような、もしくはそれに突入するような勢いで、軍事的な衝突が起きるんじゃないかなと思います。ただね、恐ろしいのはこういう戦争ではないんですよ。こういう戦争ではなくって、いつの間にか自分の国が誰かの国になっているっていう戦争なんですよね。まあ、それはね、どういうふうに行われるかと言いますと、今日本で徐々に起きてるんですけども、外国人のお住まいになる人の人数がどんどん増えてます。技能実習生という形でいらっしゃってる方もいますけども、体のいいブラック労働をしてるわけですよね。で、こんな暮らしで日本にわざわざやってきてね、いつまでたっても借金は返せねえ、要するに日本に来るために100万円ぐらいのブローカーへの渡航費、手数料を払ってるわけなんですよ。だから借金を抱えて日本に来てる人がほとんどなんですよね。で、技能実習生といっても技能を実習するんじゃなくて、単なる労働者として使ってるだけなんですよ。日本の少子高齢化に合わせて、それは仕方がない部分もあるかもしれませんけども、完全なる契約違反です。でもその中で働かされている人はたまらないですよね。とんずらするわけなんですよ、ね、とんずらして、まあ、今はね、ちょこちょこといろんな犯罪をしてるみたいですけども、場合によってはまあ、ワンルームのね、アパートの中で牛とか豚の解体をして、それをインターネットで販売してるみたいな業者もいて、摘発されてるみたいです。まあ、北海道の方に行くと、鮭のね、こう白子とか筋子とかを抜いて、まあ販売するみたいな人もいるらしいです。もちろん鮭は盗むんですけどね。そんなことがいろいろ起きている時に、ふと気づいたらね、日本に住む登録されていない失踪中と言われている外国人ね、強制退去もされずにどこにいるのか住所不定、そして現れちゃ消えという形で空き巣をしたり窃盗したりして生きている、そういうね、外国人の方がいらっしゃると思います。でも外国人の方は死ぬわけではありません。いずれ子を産み生きて市民権を得るでしょう。そうすると小学校中学校にそういった人たちの顔も見られるようになります。恐ろしい例なんですけども、ある国はですね、ヨーロッパのある国では、こういった移民政策を進めたらどういうことが起きたかっていうと、クラスの8割が外国人で、地元の人は2割ぐらいしかいないってことになりました。そうなると地元の人いじめっていうのがね、なんとね、始まったんですよ。もともとその土地に住んでた人をいじめて、どちらかというと学校から排除するような感じです。で、気がつけば教員もそういった排除する側に立ってしまったということで、どうもね、この移民政策っていうのはね、うまくいかないことが多いんですよ。もちろんね、圧倒的な支配を持ってですね、共産党的に
管理すればそんなことはありませんけども、民主主義というかね、自由主義でやるとどうしてもね、少数派がいたぶられることになることが多いです。そして日本でもそういうふうな侵略が起きるんじゃないかなと。日本は少子高齢化でも世界では人が増えてるんですよ。いつの間にか日本は少数民族である75分の1億人から75分の数千万、7000万、8000万という人数になるかもしれません。しかもこの7000万、8000万という人数は少子高齢化の高齢者が多い7000万、8000万という人数ですね。そうなると2050年頃にはクラスに日本人は半数ぐらいで、残りの半数はもしかしたら外国の優秀な方がいるということになるかもしれませんね。優秀な方ならまだいいんですけども、日本のデフレ不況と言われるところに、まあね、政治犯とか何がしかの問題がある人が島流しになるように日本に来るということも起きるわけですよ。要するにね、自国で稼げなくなった人が稼ぎ場として日本に来るってことですよね。当然たくさん稼げてる人は日本みたいな終わった市場には来ません、その頃。そう考えたらどうですかね。もしかしたら私たちは子供の世代、孫の世代はものすごくね、暗い時代に突っ込まなければならないんですよね。それこそ莫大な富を持っていないともう子供に報いることはできないと私は考えています。一本二本と指を立てたら、これが1億とか2億を意味するような、そのぐらいの稼ぎ方でないと、今のお父さんお母さんたちはね、そのぐらいの稼ぎ方ではないと子供に冷や飯を食わせるようなことになると思うんですよ。だから今よりも状況はひどいです、うん。そしてね、2030年代、もしかしたら2030年を待たずして2020年度中にですね、南海トラフ地震があるでしょう。この南海トラフ地震によって国力は最大値に低下します。そして多くの人が傷ついて十分な医療も受けられなくなります。もちろん輸血する血も足りないというふうなデータもすでに出てます。多くの方が死ぬでしょうね、うん。それは地震によって直接死っていうのではなくて、その後の災害後をどう生きていくかという第二の災害によって多くの方が亡くなっていくんじゃないかなと思います。そこに外国資本と外国人のいわゆるね、侵略と言ったら言い過ぎですけども、移住者が来るという流れです。日本政府も受け入れます。日本を早期に立て直そうと思ったら、外国人の方にどんどんこの国の生産や消費を手伝ってもらうしかないということで、特別な措置を用いて、もしくは急ごしらえの新しい法律で外国人の方がね、10年とか20年という形で日本に住むような形を取るんじゃないかなと思います。そしていつの間にかこの国は、まあ、いわゆるね、チャイナタウンかコリアンタウンかニューヨーカータウンか分かりませんけども、そういうふうな街であふれるんじゃないかなと思います。北海道の中心部、ここはすでにニセコ町っていうところがあるんですけども、海外の資本が買いまくったことによってラーメンの値段は1500円とかね、不動産の価格も2倍3倍っていうふうに値上がりしたんですよ。でもそのニセコ町ってところは繁盛してるんですよ。でも高騰した飲食店、スキー場、日本人は使えません。高くって日本人はお金がないから、そういった海外資本で作られた町には全く入ることができないんですよ。その海外資本で楽しむ方は海外の人ばかりです。日本で日本の現地人が入れない地区があって、そして外国の資本の方がそこで日本人を雇用しながらですね、悠々自適に暮らすという、そういうふうな生活があるんじゃないかなと思います。私もね、インドネシアこの前行きました。何度も行きました。インドネシアに行っていい思いをしているのは私たち旅行者、日本人です。食って飲んで楽しんで、ホテルはいつも綺麗になっています。でもそこで働く方は月給1万2万で雇われている地元の人なんですよ。これが日本にもやってくる、そんな未来があると思いますね。いかがですかね。ちょっとやそっと自力で稼いだぐらいじゃもうその時代は乗り切っていけない。それが2020年2030年、まあ早くても2020年2030年代でしょうね。もう遅くても2030年2040年代はそういうふうな未来になっていると私は思いながら、今ねしっかりと足場を固めています。私が独身だったらね、ここまで先のことは考えないです。どんな時代になっても私はね、知恵と金と
腕力で生き残っていけると思ったからですよ。でも今はそうではないです。家族、子供たちのために、子供のためにね、生き残る術を私が残していかないといけないかなという新しいミッションに駆られていますね。まあちょっとね、びっくりする内容だったかもしれませんけども、これが私のね、取り越し苦労で終わればいいんですけども、どうやらそうはいかないみたいですね。これからもね、ちょっとこう怖いこともお話しながら、その怖いことにどう立ち向かっていくか、それこそまさにリスクエッジ、こういったこともテーマに入れてお話したいと思います。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。